それではギャルの歴史を紐解いていきましょう。いや、やっぱ世紀末からこう2000年にかけてやっぱ荒れてたんだなっていうね感じが見えますよね。だからちょっとずつこう想像されて、うん、こう持って破壊されて間違いない、また始まった感じがしますよ ね、 そうですね、また想像された感じ、そぎ落とされた感じはまず最初は90年代中頃に登場した小ギャルを検証していきます。まずファッションから見ていきたいと思います。ルーズソックスにローファー、うん、これが大流行しました。はい、そしてガングロメッシュに制服ですね。社会に与えた社会的現象を巻き起こしたものは何でしょうかっていうのが第一問です。クイズ、クイズ、クイズ、あ、でもいきなり始まっちゃったけど、そうですね、クイズなんだ、これ渋谷流で、これ挙手なの、どんどん言っていけばいいの、あ、どんどん言っていけばいい、言っていけばいい、なんだろう、制服から始まったんですもんね、やっぱね、大人から子供までっていうのが今回、コギャルが流行らせた、コギャルが流行らせました、ものがあるんだ、たまごっち、あ、正解です。おお、そういうやつ、そういうことか、この中で答えもあるのかと思ったよ。そうだよ、はい、コギャルから発信なんだ。そうです、まあ僕が言いたいのはたまごっちが流行りましたってことではなくて、うん、なぜたまごっちが流行ったのかっていうのをちょっとお伝えしたいと思います。なるほど、はい、まずその1、はい、あ、じゃあ問題2にします。なんだよ、なかなか正解が出なかったので答えに参ります。ギャルたちは毎日渋谷に繰り出してさまざまな情報を交換してるわけなんですよ。その中でたまごっち、誰か一人がやりだしてこれ面白いよ、友達から友達へ、まあいろんなものが広がっていくと。はい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 。で、子から親へってのがあるんですよ。子供何やってんだろうって見た時に、何それ、ピッピピッピ、ご飯の時やめなさい、あ、芝居いらないです、で、すみません、次にまた親から親へとか、世の中がなんか流行ってるみたいな感じになって、ギャルから流行が発信されて、ギャルから社会全体に影響を与えると言われております。なるほど。続いては世紀末に登場したガングロギャルの検証です。まずファッションの方のポイントから言いますと、制服主体がリゾート系に変わりました。メイクはガングロに白メイクがポイントです。なるほど。この時代は社会現象を巻き起こしたのがパラパラです。あ、その頃ですか。はい、この頃です。で、今回パラパラよりも注目したい社会現象というか社会問題、マナーの悪さとか、はいはいはい、炎上交際だとか、うん、今のようにギャルがテレビに出るっていうことはファッションリーダーとしてではなく世の中の汚点というか、おう、不良カルチャーとか、こういう悪いやつがいるよとか、まあ、不良の代名詞みたいなね。そうですね、という時代だと。そういう時代です。90年代後期ね、はい、日本が乱れていたっていうのをギャルが象徴してるんですね。なるほど。続いては21世紀に登場したヤマンバの検証に参りましょう。ギャルイコール軽いんではないかと、おお、声かけりゃついてくんじゃねえのみたいな、はいはい、っていうのを覆すために生まれたのがこの、ヤマンバと言われております。これはすごいよね、山から降りてきちゃったみたいな。で、まずファッションは、着ぐるみやバスローブ、まあ、今日もバスローブで登場してる。バスローブなんだ。バスローブなんだ。で、メイクの方はパンダメイクとなって、パンダメイク、はい、髪がリゾートからアフリカへ。アフリカなんだこれ。馬もんになっちゃったんだね。またの名を強めギャルとも言ったんですけど、おー、それをいつもいかマンバと呼ぶようになりました。今もやられてるんですか。はい、毎日これです。毎日大変じゃないの。全然大変じゃないです。実際、あんまでも見ないよね。見ない最近見ない、ね、どれぐらいいるんですか。今10人ぐらいですかね。10人数えられるの。どの辺に生息してんの。渋谷のセンターです。やっぱセンターいます。そうなんか、あの後ろにも一人お待ちです。ニューハーフ。ニューハーフじゃないですか。女性じゃねえな。いや、なんかここら辺がさ、ヒゲに見えたんだよ。あの変なおじさんの志村けんさんの変なおじさんっぽい。違います。女です。ここ何、ピアス。ここピアスです。うわー、うわー、痛そう。そのヤマンバの特徴として、こういう痛そうなところに
ピアスするっていうのもあるんですか、これは。これありますね。あの強めなんで、いかに強いことやってるかっていうのを。ああ、なるほど。アピールしてるんだ。痛くねえんだよ、みたいな。だってほら、アフリカの方とか行くとやっぱそういう人もいるじゃん。あ、いるいるいる。いっぱい刺さってる方が偉いみたいな。不良から始まったこのギャルカルチャーが、不良、軽い、汚いと。ギャルが、どうしようもない方向になっちゃう。ちょっと社会的イメージは、社会的イメージですね。彼女じゃなくてね、はい。一部の人たちがそういう人が多かった。そういう人がいるおかげで、ギャルって軽いんじゃないの、汚いんじゃないの、うん、で、最強種族まで行ったのに、うん、そうまで言われ、ギャルがここで一区切りつくわけですね。それではいよいよ、現代のギャル、アゲショーが登場です。この間に、はい、大戦国時代みたいなのがあるんですよ。戦国時代知らなかった。知らないな。忘れてました。ギャルだけど、その B ボーイみたいなこう編み込みをやったりとか、そのいろんなファッションをやりだしたんですね。白いギャルもいれば、黒いギャルもいて、みたいな時代の制したのがここなんですよ。なるほど、ね、なるほど、ね、はい、だから新たなるスタートなんですね、これは。ついたんだな、そこ。なるほど、はい。で、ポイントから言いますと、落ち着いた色使いとキラキラ系、モリモリヘアに、美白メイク、この頃からカリスマモデル、そしてアゲハの雑誌のモデルさんたちがテレビに出るようになりまして、さらに社会に与える影響力が強くなります。友達からではなくて、コンビニから最新の情報が発信されるようになります。雑誌を通じてですね。あ、そっか、はい。でこれによってもう誰もがそのギャルの情報を渋谷に行かなくても、うん、でテレビにも出てるし、うん、っていうので注目した結果大流行してキャバクラブームっていうのが巻き起こります。小悪魔的な、小悪魔的な社会現象ですね。あ、でこれが社会に与えた影響というのが、うん、小学6年生のなりたいアンケート、スチュワーデスとナースを抑えて、キャバクラ嬢が1位になったんです。マジで、マジで、はい、マジで、はい、小学生、はい、小学生が、小学6年生です。多分卒業文集とかすごいことになってたのね。なんかお父さんが帰ってきてちっちゃい缶ビールを1回飲んで当たり目を食ってうまいなって言ってるのは多分娘の心に響いて、私はこうはなりたくないみたいな。なるほどね。派手に綺麗にお姫様みたいにベンツでみたいなのが、もう不景気から来てるもう今のギャルの流れですね。はあ、だからそういう夢を抱くと。はい、でやっぱもともとお姫様になりたいんですよ。女の子はちょっとバカにしてましたけど、はい、彼すごいですね。すごい、10年渋谷にいるだけのことは、すごい、さすがだね。まだ氷山の一角しか話してない。まだまだある。あなたにとってギャルとは？みんな友達です。じゃねえか。なんだ。来週の